CA セガジョイポリスジョイポリスセガサミーホールディングスセガホールディングスジョイポリスジョイポリスは CA セガジョイポリス株式会社が運営するアミューズメントパーク国内では CA セガジョイポリスが運営している台場の一箇所があるほか海外では中華人民共和国チンタオ市に CA セガジョイポリスと現地企業との合弁企業であるヨカ娯楽有限講師が運営する チンタオジョイポリス、上海市に上海ジョイポリスがある。以前は株式会社セガが運営していた。セガサミーホールディングスが保有していた、セガライブクリエーション株式ののうち85.1%が、2017年1月1日付で、上海ジョイポリスのライセンスアウト先である香港の、チャイナアニメーションキャラクターズカンパニーリミテッドの、子会社である、チャイナテーマパーク。 リミテッドに売却されたのに伴い、東京ジョイポリス、梅田ジョイポリス、チンタオジョイポリスの運営は同日以降、セガサミグループ参加から、チャイナアニメーション、キャラクターズカンパニーリミテッドグループ参加へ移動し、上海ジョイポリスは事実上の直営化となった。東京ジョイポリスの扱いに関しては、遊園地施設としての扱いとなっている。 アトラクションの他最新のデジタル技術を用いたステージショーも行われており、ゲームセンターも併設されている。セガ運営時代には、新山下や新宿高島屋タイムズスクエア、福岡、キャナルシティ博多、京都駅ビル、新潟、モズ指定、梅田、岡山などにもあったが、梅田以外は c a セガジョイポリスへの運営移管前に、梅田は c a セガジョイポリスへの運営移管後に、岡山は、セガエンタテインメントへの運営移管後にそれぞれ、撤退した。CA セガジョイポリス運営東京ジョイポリス、東京ジョイポリス所在地、東京都港区台場1-6-1、デックス東京ビーチ3階から5階営業時間、10時22時中、コスプレイベントによる深夜営業の場合あり、ジョイポリス VR 渋谷所在地、 東京都渋谷区人南1-23-10マグネットバイ渋谷196回営業時間10時22時 VR アトラクションブランドジョイポリス VR 第一弾として2018年10月25日にオープン渋谷駅直結で入場料は無料アトラクションはターミネーターサルベーション VR タワータグザドアギリギリ高所 VR が稼働中であり 他のアトラクションも随時追加される予定である。2018年10月18日に報道機関向けの先行体験会が開かれた。陳太をジョイポリス所在地、中華人民共和国三島省太貸市市南区、三島路六号港陳太下、順番症状4階5階上海ジョイポリス所在地、中華人民共和国上海市府田区中山北郎3300号。 上海月星環球港3階4階新宿ジョイポリス所在地東京都渋谷区駄田谷5丁目24番2号高島屋タイムズスクエア10.11階横浜ジョイポリス所在地神奈川県横浜市中区新山下1丁目14番18号並びに24号新潟ジョイポリス所在地新潟県新潟市八千代2五の7万台指定内もしくは京都ジョイポリス 所在地、京都府京都市下京区東、塩高寺高層町8番地3京都駅ビル10階、福岡ジョイポリス所在地、福岡県福岡市博多区住吉1丁目にキャナルシティ、博多内梅田ジョイポリス所在地、大阪府大阪市北区角田町号の15、ヘップ58階9階岡山ジョイポリス岡山、 ジョイポリス所在地、岡山県岡山市北区下石井二の十の一、ジョイフルタウン、岡山アネックス胸セガのイメージキャラクターである、ソニックザ・ヘッジホッグや、周辺キャラクター、その他、セガのゲームキャラクターグッズをメインに据えたショップ。以前は、積極的なキャラクター展開をしていたが、新宿店閉鎖の頃から次第に縮小され、今では、 ここでしか買えないオリジナルグッズのようなものはほとんどない。新潟店には置かれなかったようである。ここで取り上げたものは現存しないものも含まれる。現在のアトラクション内容はオフィシャルページなどを参照。ビューティーコンテストという名前の同種子のアトラクションが上海とチンタオにある。 リダイレクトの所属カテゴリーリダイレクト1イコール、岡山ジョイポリス1から1イコールセガサミーの歴史、1から2イコール帰宅。ありがとうございます。